半分テクニカルクイズ。よー、来たついに。ママです。ママです。ルカです。エイです。最強クイズ集団ガブリオチャンネルです。よろしくお願いします。ということで、ママさん、この動画から復帰でございます。はい、戻ってまいりました。ルカさんもなんか復帰してますね。オレンジの僕、復帰でございます。ご無沙汰しております。似合いますね、やっぱり。よかったですね。心機一転、またこの4人で頑張っていきましょう、はい、この4人でまたアンサーアンサーチャンネルとして。いや、本当ですよ。この間の生配信で漢文テクニカルやってほしいっていうコメントをいただいたんだよね、はい、そうなんですよ、うんうん、やろう。おー、早速。すごい、早いね。やっぱ生配信でコメントすると拾ってもらえることがあるってことだね、うん、あります、ね、最速で実現しましたね、うん、最速です。ありがとうございます。生配信の最初の収録で、はい、はい、ということで、漢文テクニカルクイズというのはですね、はい、はい、問題文の、うん、漢字だけしか表示されません。はい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 。アイサーアンサーは漢字だけの文章が出た後に送り仮名とか開いていくんですけど、うん、今回クイズをしようということで、うん、漢字だけで当ててるんじゃないですか。いやー、すごいね。こう、分かんなかったらヒントが出るんだけど、分かんないまま止まってるんだね。止まってる。それは俺たちがこう、じーっとこう見るっていうことだ。なるほど。ちょっと長めにね、その分チェッキングタイムは取るんですが、まあ、出なかったらスルーとなります。オッケー。今回はたくさん問題を用意してきてしまったので。おお、すごいじゃん。しまった、そんなことあるかな。七丸三丸でいきますか。すごいね。そんなに。いや、でも確かにこれ適当に押して当たっちゃう可能性があるから、罰で失格はいいかもしれない。それでは早速やってみよう。で、第1問はこちら。送り仮名。いいね。はいはい、いや、いい。第1問にふさわしい。そうね。まあ、うん、あんまりね、そういうものないんで、まあ、確かにね。それぐらいしか。うんうんうん。それでは第2問です。はい。こちら、でん。やば。はぁ。ルカさん。はい。フレミング。よっしゃー。いやー、右手法則って書いてあった。はい、1880年代にはエジソンが設立した企業で技術顧問を務めていた、うん、自身の馬をそれぞれ関する右手の法則、左手の法則が有名なイギリスの電気工学者は誰でしょうという問題ですね。はい、ありがとうございます。まあ、後ろにクイズで落としと言われるね、後ろの方の重要な限定が効く情報が出てたので、そこかなというところですね。確かに、はい、落としを早く見つけられるかどうかですね、これ本当に、うん。それでは参ります、うん、次の問題、ドン。ルカさん。はい、早い。やったー。いやー、特殊なクイズを持ってきやがって。このパターンがあるんですね。うん、子供の頃に、ね、読んだ本で、はい、氷の上に塩をかけよう、その上に髪の毛をくっつけると、氷を髪の毛で引き上げられるぞって鬼太郎が言ってて、ネズミ男が本当だって驚いてる漫画を見たことがある。よく多いね、そういうの。何だその知識と。一度ね、溶けて固まるからってことなのかな。うん、では、うん、参ります。うん、でん。古川さん。はい、メレンゲ。うん、違う。そう、名前の由来で、うん、なんか卵白を用いたなんちゃら往年のなんちゃらの名前ので由来になっているのは何でしょうか。あ、そうかそうか、往年の何かの名前の由来になっているのか。そうなんですよ、往年が、卵の白、あ、でも卵白ではないんだ。あ、卵白か、卵白か、卵白を用いたなんちゃらで往年の何々の名前の由来になっているのは何でしょう。あ、そういうことか。ってことは、カクテルの名前でか。そうですね。ピンクレディ。いやー、そう、これは考えれば分かったな。はい、ドライジンをベースにグレナディンシロップと卵白を用いたカクテルで。そこまで全部ごっそり言われてる。卵白しか残らない。往年のアイドルデュオの名前の由来にもなったのは何でしょう。なー、惜しい。これ考えれば分かったけど、やっぱり焦っちゃうね。やっぱ卵白からクイズに出そうなものでそっちに飛んじゃいますよね。うん、そう、あんまり卵白使うものってクイズないと思ったけど、ピンクレディに使われてるか。それでは次の問題は、はい、問題は古川さん、バツがついてるので気をつけて、はい、やってます。で、はい、後ろ髪。よかったぞ、これは。
悪いことに対して指、後ろ指っていう字がありますよね、うん、悪いことをした時に刺されるのは後ろ指ですが、心残りの時に引かれるのは、何でしょうっていうパラレルかなと思いましたね。お見事。悪いことをして刺されるのは後ろ指ですが、心残りをする時に引かれるものは何でしょう、後ろ髪ということで、ね、はいはいはい、パラレル見事って読み切って、すごいですね。漢字だけ見るとパラレルかどうかって全く言って想像はないね。パラレルだって気づいた時も押されてました、ね、それでは古川さんが丸伸ばして、うん、次の問題参ります、はい、ドン、エビ、タバスコ臭。あーあーなるほど、まあ、これは分かりやすかったです、うん、まあ、まあ、絶対シューでしょうから相手はね、辛酸味特徴調味料となれば、はいはいはい、確かにね、もうシューとビアエルモサが丸々消えてるからね。僕、メキシコ南部のシューで刺激的な辛さと酸味が特徴の調味料の名前にもなっているのはどこでしょうということで、タバスコ臭、なるほど、素晴らしい。では次の問題です。でん、エビ、キツツキ戦法。わあ、よくぞ。すげえ、どこで。まあ、おとり舞台と川中島が見えたんで、まあまあそうかなと。はいはいはい、まあ、なんか人か戦法かっていうのがパッと見分かんなかったけど、後ろに戦法何があったのね。そこまで読めなかった。日本史漢字多いね。そう、漢字書きますからね。丁寧に説明してくれましたね。そうそうそう。では次の問題です。ドン、ルカさん、1。わかんねえ、なんだ漫才、略、何略か、略2回あんのか。はい、じゃあちょっと考えよう。俺絶対に略語を答えればいいだけだから、もう押したら分かると思ったら分かんない。漫才って別に略語じゃないよね、うん、だから漫才コンビのなんちゃうんとかで、略っていう字が入るんだ途中で。そうです。あれかな、あー、落語とか。あー、なるほどね。 M1 と R1 のこと。 M1 グランプリの M は漫才の略ですが、 R1 グランプリの R は何という言葉の略でしょうみたいなことだ。そう、 M1 なんか出てきたけどどう使うか分かんなかった。分かるだろ、これは見れば。いや、分かんねえよ。ほんとに違うものでもいいし。M1 と R1 のね、そのパラレルなんかも、まあ、無限界出てる。まあまあ無限界出てるわ。確かに R1 かなと思ったしね、しかも。ほんとだ、古川さん失格リーチとなってます。はい、いやー、これはね、この形式ならではのことを結構しちゃってるね。では参ります。はい、でん、古川さん、はい、マーガレット。よっしゃー、あー、めっちゃ分かったのに。これは書いてあるなー。はいはい、まあ、菊花の花が最初に入って、集英社少女漫画雑誌とか漫画誌かな、はい、うん、というのが来るので、和名木春菊が入ってたんですね。そうそう、菊花の花じゃなくて木春菊で消えてる。はいはいはい。それが偶然菊花になってるんだ。カタカナだから菊花は。和名を木春菊というカタカナの菊花の花はだったのね。集英社と菊花で押せますからね、これね。そんな気が、そうそう、たまたまね、そこに固まって見えたのでっていうのがあったね。では参ります、うん、でん、エビ、クーヤ。これはもうポイントが最初に書いてあります、うん、一の肘と称されたね。確かに。で、まあ豆腐入ったチャームシーなの。日本酒との相性がいいね。あ、確かに、うん、日本酒はやっぱ情報が残る、残るからね。全部情報残る。そうそうそう、そこがポイントだね、はい、それでは次の問題です。ドン、エディ、だから、あの、良い名前が三國連太郎。危ねえ、やべえ、危ねえ。デビュー作となった映画ゼンマの役名をそのまま芸名にした。釣り日あるじゃないの、釣り日誌。釣り日誌、釣りバカ日誌シリーズのスーさん役でおなじみの俳優は誰でしょうということですね。釣り日誌役。釣り日誌、釣り日誌役。ゼンマって言ったらもうそれしかないですもん。確かに、もうゼンマが出てきて、めったに他の人でゼンマのことに触れる必要があんまりない気がするんだよね、うん、では行きます。次の問題です。ドン、はい、ババヘラアイス。よっしゃー、ババヘラ、そっか、うんうんうん、え、よくわかりましたね。国道沿い高齢女性。
出ましたね。はい、国道沿いに高齢女性がいたらもうアイス売ってんだから、そんなもん。この問題で聞くなっていうワードがあったりするんだね。高齢女性ってそんなにあんまり聞かないのかもしれない。では行きます。この問題です。ドン。漢字二文字目。おお、違う。いける？あ、違う。ママさん。キュウリ。おお、すごい。なるほど。今そういうことか。くるみって思って押して違うってなってキュウリに変換できた。ほい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 。ちょっとどういう問題？調味料の胡椒の漢字二文字目を植物のウリに変えると何という野菜になるでしょう。お見事。すごいな。いいえ、これはむずいね。ちなみにこれ植物の朝に変えたらこれゴマになりませんか。おお、確かに、ね、ゴマだもんね。ゴマは野菜じゃないので丸にしません。あー、ダメか。そうか、まあ、キュウリは野菜だもんな。 そうか、そこに区別があったわけだね。そうです。なるほど。植物に変わって野菜になるっていうところがね、満たしないといけないので、これはキュウリが答えと、はい、やっております。なるほど。では、うん、参ります。うん、ドン。理想期待。うわー、素晴らしい。早いね。理系は任せとけ。確かにな。理系だよっていう圧だけすごい。いやー、これはかなりゆっくり見てもらうしんどいな。実在期待に対してみたいなことかなと思った。実在しない期待。実在しない期待。なるほどね。そういうことか。じゃあ、AK が1となってます。よし。しかも、罰なしですからね。いやいや、これ押さなきゃ。次の問題です。ドン。ゆるかさん。はい、エジプト。うわー、ダメかあ、なるほどーと思ったんですけどね。まあ、なんかファラオズって確か、そうなんです、そう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 、ましたね。男子サッカーエジプト代表の愛称にも使われている。そうか。古代エジプトの君主の称号は何でしょうか。だからファラオが正解だね。なるほどね。いやー、ということで古川さん失格となります。うわー、残念。いや、こっからもう、押そう。すごい。もう、ももさん、今くらいのテンションで押して、もう連投しましょう。はい、頑張ります。では、参ります。次の問題です。ドン。エディ。どうだったら、春巡。うわー、すごい。素晴らしい。はい、500兆分の1を表す数の単位となっている、なんか躊躇することにすることは、うん、ということで春秋ですね。はいはいはい。ということで優勝は AT。 素晴らしい。やっぱ7さんはね、結構序盤に罰つけど結構苦しくなっちゃうんですけど、まあ、今回は罰なしでいけたんで、まあ、かなりやりやすくできましたね。でやっぱり僕はその耳で聞くより結構目で見る方がその結構得意なのかもしれないなと思って、ね、今回やって思いましたね。うんうん、クイズを長年やってる人たちってすごいんだなっていうのを改めて感じさせられました。あの、絶妙に分かったから悔しい。うん、そう、でもその分かるのと答えられるのとの間の壁の分厚さをとても感じたので、悔しかったけどとても楽しかったです。703罰の運転場はあそこで押してエジプトというのは結構正しい運転なので、まあ、そうやってるんやクイズの人はっていうのが見せれたかなと思いました。問題もめちゃくちゃいろんな問題が揃ってて面白かったですね。ありがとうございました。はい、面白かったという方は高評価ぜひお願いします、ね、高評価たまったらこれまたやりたいでしょ。やりたいね。俺もやりたいから誰か出してこれ。あ、確かにこれは面白いね。高評価がたまったらどなたかがねやってくれるかもしれないし、俺がやるかもしれないで、ぜひぜひ高評価お願いします。うん、以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったな。